ステファーノ・デッテ・チアジェ・ポーリとデッレチアジェの著書テスティシア、ユートライスク・シチリエ・オラムクエ・ヒストリアやアナトメの図版ステファーノ・デッテ・チアジェは、イタリアの医師、博物学者である。テアーノで生まれた。ナポリ大学で医学を学んだ。博物学者のジュゼッペ・サベイリオ・ポーリに学び、ポーリと共に両シチリア王国の貝類、軟体動物の図鑑を編集した。植物学。 特に薬用植物の研究でも知られる。1842年にアッカデーミアナチオナーレデッテ先生の会員に選ばれた。1848年から1860年の間、ナポリの人体解剖学博物館の館長を務め、コレクションの充実を図った。デレキアヘは、植物の学名で命名者を示す場合にステファノ・のデッテチアジェを示すのに使われる。 ありがとうございます。